こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、いよいよっていうか、これキングダム59巻の感想をね、言っていきたいと思います。これ18日に発売やったじゃないですか。私毎回思うんですけど、そのすぐに感想の動画アップしたらね、ネタバレすんなとかね、なったら困ると思って、最低1週間は、まあ、時間空けて撮影しようかなって、撮影アップかしようかなと思ってるんですけども、皆さんどうですかね。あのこのキングダムの感想の動画なんですけども、まあ、そんなにね、私的には重要ないかなって思ってるんですよ。うん。だけど結構キングダムファンの方から、発売日直前になったら発売ですよってね、複数の人からお知らせね、あの DM とかいただくんで、いや、なんかみんな私の感想をちょっと見たいと思ってくれてる人一部おるんかなと思って、やっぱりね、一人でもおる限りは私もね、すごいこのキングダムについて語り合う友達いいんから、すごいね、一人でもいたらね、もう動画アップしたいって思うんですけども、タイミングについてどうですかね。もう直後でもいいのかな。まあ、ネタバレありって書いとけばね、見るのはその人の責任ってことになるから、ね、どうやろうなと思うんですけども、まあ、それでタイミングどれぐらいがいいんか、まあ、コメント欄で教えてもらったら、その通りに次回からしようかなっていうふうに思います。はい、ではね、早速これもう1回を読んでるんで、感想をね、おさらいしていきたいと思います。はい、これ猫ちゃん T シャツで、表紙は王翦将軍で、まあ、これね、王翦将軍が考えてくれた食料の、問題解決策がどうやったかなっていうのですよね。で、あ、中の表紙はこれですね。教会かわいい。はい。シンたちがね、先についてて、後から来た美兵さんかな。美兵さんたちがね、食料ないんかって言うけど、ないんですよね。これがね、これが問題やった。はい。で、私は前回の時に、近くに、黄河かな？川があるから、その川伝いになんか、魚取るんちゃうかとか、いう予想を立ててたんですね。あと、複数っていうか、いくつか考えてたんですけど、まあ、結局、自分とこの国からなんか援軍やるしかないやんっていうのを予想してたんですけども、実はちゃいましたね。うん、秦の国の中でも衛星が必ず食料問題に陥るって言ってて、ね、将兵君とかも今すでに汚染軍関係軍は飢餓の中にあるやもしれませんのとか言ってね、もうバッチリ予想されてたけど、問題ありません、すでに補給軍が来てたんですよね。海翼先生と海翼先生たちが送ってたけど、これ実はなんかね、途中で趙の春水樹さんに、まあ、兵糧とかね、焼かれるけど、中空やった。そう、空だーって。全部空っぽ。で、このね、海翼先生たちの軍は見せかけのダミーやったんですね。まあ、見せかけのダミーって同じ意味やけど。本命は、やっぱり、水軍でした。黄河をね、行くんですけども。ただ、これもね、李牧に読まれてたんですよ。で、その読まれてたけども、春水樹さんが、アホどもがって言ってるね。裏の裏かと思ってこっち来てたけど、まあ、お前ら成功法で黄河行っとったんか、みたいな。で、水軍がもうめっちゃ矢受けて大変なことになってますね。で、李牧も、もうそのね、食料をせき止めてしまえば、秦軍がね、もう全滅って分かってたけど、ここで、趙の艦隊から同行せよっていう騎士団が来るんですよね。で、まあ、これ、帰ってくださいって、まあ、部下っていうかね、部下というか、下の立場の人やから、ご同行願いますって言ってるけど、断るって言っても、側近みんな殺して連行しますって言ってね、カイネも殺されかけるみたいな。それで仕方なく、もうね、立ち去っていくんですよね。罪人、まるで罪人扱いですねって、この手に困難されて。で、その頃、関陽は水軍が
壊滅したっていう知らせを受けます。正しいですよね。それも王翦はすでに4打作やってました。でこのね638話のね水路っていう話のところでね楊端和軍の話が出てきたから、え、楊端和軍がやっぱ持ってくるんちゃうんって思ったけど、稚語たんですよね。楊端和ももう戦ってるから、そこでね、キタンが、李牧が途中で気づくんですね。あと一個あったでって。で、行に兵糧がめっちゃいっぱい届きます。それが、西欧からの、西欧っていうか、西国ですね。西国の船です。蛇食べてるおじさん。これ、船の向きってどうなんかな？え、どっちが川上？遡る感じで来たんですかね。なんかそんな風に思えるけど、この西国の人って蛇のおじさんすぐ金で動く人じゃないですか。だからね、倍の値段で秦が食料買うって言ったから、あ、ほいほいほいって言ってね、食料出したみたいですね。食らうがいい新兵ども、西の飯はうまいぞって、横になんか餅の論ですって、なんかゴマ使いみたいな人がねゴマ吸ってますけど、でみんながねお腹いっぱい食べれる。ここでもねちゃんと華料店がみんなのためにね料理作ってあげててね、どん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 ね作ってあげてるところを秦がお前もちゃんと食えって優しいね。緊張の糸が取れたって華料店ねガクッとなってる。届いた食料の量が半年余裕で食べていけるってすごいですね。船でそんだけ届くって、いや西軍もすごいし王翦将軍もすごいな。いやこっからさらにもっと攻めれるってことですよね。行の攻略はこの時点でもう完全に成し遂げたんだけど、こっからまた次のステップにつながる食料ですよね。これすごい。でその頃李牧様がね趙に帰ってきて、公開斬首の件に処されるそうだとかいう話が出てるけど、李牧自体はまだね士気が衰えてないというか、まだ戦いはね終わってないって言ってますね。でそこで来たのが騰将軍の軍勢です。久しぶりやな騰将軍。そして行が陥落したのはその国にも伝わって、カリン様が久しぶりに出てきました。その頃行では羌海と秦のシーンですね。秦がねなんか悪夢にうなされてますね。フォーキンとの戦いで羌海が守ってくれるけどやられるっていう夢見て飛び起きてますけど、これは羌海のもう思念っていうか、私の気が少しお前に入ってしまったようだって言ってますけど、なんかね羌海は自分の命削って秦助けたわけですから、そうなってるけど、ここでね秦が何したんだって聞いてたところに燕さんが入ってきて、なんか誤解してますねほのぼのしてるな。で赤穂将軍復活か。で赤穂将軍は列尾に向かう。でこの頃趙軍にも李牧が斬首になるであろうっていう情報が伝わって、春水樹さんがすごい怒ってますね。我らの王はどこまで愚かなのかってめっちゃ血走ってて怒ってる。みんなそうなったら趙が終わるっていう風に言ってますね。そして飛信隊も行を出て領養から帰還中の壁たちと出会った。主海平原と領養方面に分かれてから実に69日ぶりの再会であった。そんな経ってたんですね。69日か。なんか時間の感覚が漫画の中ってねすごい長いし、このコミック出るのって3ヶ月ごとぐらいだからね、どんだけ長いんと思ったら69日ぶりに再会してますね。で咸陽に帰ってきました。で秦の屋敷の話で、えって、これね伝友さんの大工さんが、お抱え大工さんが直してくれるって言ってたのにこのボロやと思ったら、横にめっちゃでかい、これ王宮なんちゃうぐらいでかいのが立ってますね。やっぱそうなん、その秦の活躍ぐらいしたらこんな一国一城の主が建てるような城で暮らせるんやね。秦すごいね、出世。で咸陽で衛星と華料店と秦が再会しますね。でまあ論功行賞で秦が将軍に、ね、なるんちゃうかっていうところだけど、名前が問題になるから、秦って名前名字がないから姓を持つ必要があるって衛星に言われて、なんか考えろって言ってますね。そしたら A っていう衛星の A はダメやもんね。衛星がなんか
考えるって言ったけど、昔ねヒョウがあの王宮で働いてた時にリっていう姓にしてたんですね。スモモ食べてこのスモモのリ、そんな簡単に決めてたんですね。でヒョウはリヒョウっていう名前してたから、じゃあ自分はリシンにするって言ったんですね。結構安易に。将軍君のおっさんもビビってますけどね。で関陽で続いて毛利と華陵天の再会。なんかねこの二人カップルっぽいというかほのぼのしません？なんかね私好きなんですよね、あの華陵天と毛利の、まあ、あのシーンって。本当にね友達って感じ、裏表なく友達っていう感じがするから、すごくねお互い理解者だなって思うし、戦争ですごい辛いシーンとかねすごいシーンいっぱいあるけど、この2人が出てきたらすごいほのぼのする、安心感がある、ね、毛利がそんなになんていうのかな、男男してないっていう落ち着いた、まあ、軍略家っていうかね頭いい子やからそうなんかもしれんけど、すごくね落ち着くな、この2人のシーン久しぶりに見れた。戦況については趙との戦いねこれからずっとあるけど、李牧が、まあ、まだ捕らえられてるから趙の国内が揺らいでる今は危なくないというかチャンスっていうのが華陵天と毛利の共通の意見ですね。そしていよいよ論功行賞ですね。ここね3人とも称号になりますよね。王本、毛天、李信、信ね、3人一挙に称号になる。結構ね私的にはあっさりなったなって思うんですよね。だってあの毛天と王本は家柄がもうものすごいじゃないですか、サラブレッドなわけですよね。でも信って本当に下僕の下僕っていうか、階級とか身分でいうと底辺の底辺じゃないですか。その3人が一緒に将軍ってすごいなと思って、やっぱり宝剣ね、宝剣倒したことってめちゃくちゃすごいんやなって思いますね。そして飛信隊は1万人になって、教会も5000人以上になってます。またね論語交渉があって一段落して休んだ後また戦に出ていくんですけども、まあ拠点の行に向かいますね。でその途中に学科隊が来て毛天様が来ますね。もうでねこれねどう思いました？ちょっと見せようかな。これここあの毛天の髪型どう思いました？皆さん私これめっちゃびっくりして最初分かんなかったんですよ。ここにほくろあったからあれって。で親父の毛部分から移ってきたんだっていう、なんか横にね胡椒みたいな愛線っていうね、なんか男の子か女の子か分からんような子連れてて、髪型が前髪ちょろりのこうねギザギザなってたじゃないですか。これってどうなんと思ってってでねシーンも普通に会話してて、え、あの髪切ったとかもね言ってないし、これスーッとね話触れずに言ってますよね。私的にはこれがめっちゃ違和感あって、え、このキャラ編どうですか？私ぶっちゃけ前の方が良かったです。はい、なんかこの双子みたいな髪型してね、まあ、あの突如としてこの髪型になったっていう戸惑いがあるんやと思うけど、いやいやこの髪型ちょっと今のところねまだ受け入れられてないです、まあ、これからずっといたらこれが長くなったらこっち慣れてくるんやと思うけど、私の中での毛天様はあのサラサラって感じね、このヒュっていうのが、ヒュって昔っていうかねどこの国でしたっけ、蝶かな、蘇かな、そうか、紅玉っていたでしょ、紅玉っていうキャラクター、それがこうだったじゃないですか。なんかねそのイメージあって、いや前の髪型の方がかっこいいと思ってます。はい、でそのシーンは終わって、趙の王と簡単ですね、簡単に李牧様が捕らえられてるんですけども、カイネが助け出そうとします。だけどもう罠が張ってあるんですね。でカイネすっごい傷負っちゃってもう死にそうになっちゃいます。もうリボコねほんとかわいそうですよね。頑張ったのになんかねどんなもごい殺し方をしようかみたいに言われてひどいですね。これ本当にね歪んでるって。長王っていう人、大使もリボコを処刑した意見って言ってるのに、このなんか息子の耳を噛んで噛みちぎって、いやもうあかんねこの王様、長王頭おかしい、うん、あー頭おかしいわ。
カイネは春水樹に頼んで李牧救済の救出の軍に入れてくれって言ってるけど、もともとそのつもりやったって言ってね、この長王のなんか喜び組みたいな子供たちと風呂に入ってるんですけども、でここでまあ毒殺されるのかな、怖いね、このシーン怖いね、なんか血が吹き出してる。うー、はい。そして戦の最前線の方ではみんなが集合して、まあ、作戦会議をしようかって言ってたところに長王が死にましたっていう早馬が来ますね。李牧が殺されたのかと思ったら長王が先死んだよっていうことですね。カー大使が王様になってますね。で李牧が釈放されてますね。もうカイネと李牧は再会ですね。心配かけましたね、カイネ。よかったよかったよかったっていうかね、うん、李牧殺されなかったね、うん、でそれを聞いて王翦さんは蝶は生まれ変わるんやって言ってますね。だからこっからまたね、王様変わったから仕切り直しっていう感じですよね。蝶も王都軍動かしてきたのでここで作戦をまた考え直すっていうことのようです。ただしですよ、ここでね、こないだ死んだ東条王の遺言っていうのが出てきて、大使のカー大使ですね、ちょっとイケメンに書かれてる、じゃなくって、末子の千様に継がせるものとするっていう、この目細い、ちょっとね、昔の永世の弟の成教いたじゃないですか、成教っぽいっていう、成教を千倍悪くした顔みたいな、この千様に継がせるものとするっていうね、なんか遺言出てきたよって言って、道に外れたことやっとんなっていうのが歴史上でも言われてるみたいなんですけれども、結局のところ戦いになりますね。これ長軍ね、自分らで殺し合ってるんですよね。その大い争いでめっちゃゴタゴタしてる、その知らせが盲点から火陵天神隊たちにも伝わって、兄弟の争いだよってかつての生徒生協みたいに、でまあその末子の千さんがついたら大使と李牧は処刑されるやろうっていう、もう本当李牧またピンチ、せっかく助かったと思ったけど。で内乱の中李牧たちは逃げ出します。長軍から長軍の人が追われるって感じになりますね。カイネも泣きながら戦ってますね。李牧は殺されそうになるし、カー大使が李牧に許してくれって、愚かな王族許してくれって、本当に土下座してますね。大使が、大使っていうか旧大使、この時の李牧の顔、カイネも絶望してますね。でここでバナンジとフテイの無事が確認できました。森林にて野営しているということです。フテイね、フテイ無事やった。私フテイ推しなんで、前に前々回の間かな、前回、いや前の前やな、になんかカイネに最後に顔見に来たみたいなのがあって、うわこれ死亡フラグやと思ったけど、その後ね消息が分からなかったから心配やったんですけど、フテイは無事だそうです。でもここに絵は出てきてない。で報告しようとするカイネを李牧がもう明日にしましょうって、少し休みなさいって言うんですね。でカイネは李牧様が休まれたら私も休みますって言うんですけど、本当に昔のね話をするんですよね。我々が願文を出て何年経ちましたかっていうことを聞いて、おそらくもうカー大使の多い継承は無理でしょうっていうのを李牧は悟っていて、さすがにちょっと疲れましたねって言うんですよ。もうこの背中が、もうこれ、この背中めっちゃかわいそう。カイネもほんとね、なんとも言えん顔をしてる。で泣き出しちゃって、天幕っていうんですか、テントみたいなやつ出ていこうとするけど、李牧がもう少しだけそこにいてくれませんかって言って、うん、カイネはずっと李牧様のそばにいますって言って、二人で泣いてるんですよね。これなんかほんとに、いや私もちろん、うん、まあ永世とか秦とか、まあ秦軍が、まあ、そっちが主人公なんで応援してはいるけど、李牧もめっちゃかわいそうですね、本当に。だってまあお互いの国を守って、まあ、統一というか、まあ、長は統一しようって思ってないかもしれないけど、お互いの守るべきもののために戦ってるわけじゃないですか。あー、これでね、李牧がこんなこと言うなんてって思って、もう切ない。カイネのねこの最後の顔もすっごい涙ためて、戦いのところは男女みたいな感じで書かれてたけど、
やっぱり女性やなっていう感じの表情で書かれてますね。かわいそう、ほんとかわいそう。で、ここで本編は終わりです。おまけ漫画は、リンコさんのリンコ物語ですね。体脂肪ね、めちゃくちゃ強くって、でも動きはリンコが素早いから、これ勝てるかなって思ったらね、さすがにね、リンコちっちゃすぎて、3日間起きれない怪我を負わせられるっていう。はい、59巻、そんな感じの感想でした。でね、こっからね、ちょっと、キングダムとは、違う話だけど、おすすめのね、ドラマが始まったんで紹介したいと思うんですね。これNHK の BS プレミアムで、昨日っていうのは、まあ、これ収録してるの28日なんで、27日の日曜日、夜9時かな何時かなちょっと忘れた。始まってる、コーランデン、始皇帝の母っていうドラマ。これね、第1回昨日あったんですけど、これは、超の簡単で、永世の母である、まあ、キングダムの中では、太后様ですよね。怖いような、太后様が若い頃のお話なんですよ。そのね、お話が始まったんで、昨日から見てるんですけども、まあ、これね、めっちゃ面白くなりそうな予感です。うん。っていうのは、私、この BS プレミアムの海外ドラマ枠、まあ、韓国と中国のドラマがメインで今までやってるんですけども、韓国のトーンがやってた時からハマってて、大体ずっと見てるんですね。で、中国ドラマは久しぶりかなやと思うんですけど、この出演者の人たちが、私が前回というかちょっと前に見た永楽っていうメガヒットした中国国内でもね、そのドラマの出演者とめっちゃ被ってて、そのキャストからしても多分話もね、同じように面白くなりそうやなって思ってます。で、永楽のことちょっと言うと、あ、久しぶりだ。永楽は62回ぐらい、72回ぐらいの話だったかな、70回か。真の真って清い方ね、の天竜帝時代の話だったんですけど、今回は趙の、まあ、戦国時代、趙の簡単で、生活している、主人公は、女性はね、李香蘭っていう名前で、まあ、後の永世の母親になるんですけれども、その、香蘭と呂不韋が出会って、やがて、秦から人質となってきている、永異人ですね。この人は、その時代の秦国王の孫で、永世のお父さんですね。その3人の物語なんですね。ドラマはね、中国韓国で見てると、のやつ見てるとね、字幕やから見るのしんどいことあるんですけれども、 NHK の BS プレミアムの枠は日本語の吹き替えがついてるので、これね、めっちゃ面白いというか楽に見える要素の一つなんですけど、でね、キングダムの中では、まあ、太后様ってすごく、まあ、冷酷な女性で、すごく怖いっていうイメージの方を色濃く書かれてるんですけれども、今回のコーラン伝はまだ娘時代の太后様、コーランですね、コーランからスタートしてるんですね。で、どっちか言うと、そんなね、残虐なところっていうのではなくて、コーランの、まあ、女性としての生き方、趙の国で生まれて、まあ、秦国の王室に嫁いでいくっていう物語になってます。1回目ではね、もう早速ね、試練がめっちゃありました。ちょっとね、話を言うと、父親はね、すごく役職があるんですけれども、コーランの実母っていうのは、まあ、側室的な位置なんですね。正室じゃないんですよ。で、お父さんは地位があるけど、お母さんが弱くて、で、コーランのそのお母さんっていうのが正室ですね。コーランからするとママ母になるんですけれども、ママ母に殺されてしまうんですね。で、コーランは、結婚を約束していた許嫁がいるんですけれども、その男性も、そのママ母の子供ですね。コーランから言うと、義理の妹になるんですけども、義理の妹の仕組んだことで、その恋人と義理の妹が結婚してしまうっていうことになります。コーランは、ママ母に奴隷として売られてしまうんですけれども、売られたところを見つけて買うのが呂不韋です。で、コーランはもう生きる希望とかなくしてたんですけれども、呂不韋の言葉によって奮い立たせられて、まあ、自分の父親じゃない、ママ母とかですね、
に復讐していくっていうのがね、ストーリーの始まりになっていくんですけども、いやね、めっちゃ面白いと思う。触り1回目だけだけど、まあ、大体ね、ドラマって第1回見て、まあ、グッとつかまれんかったら、あ、おもんないなとかね、おもろいなとか分かると思うんですけども、コーランでね、多分面白いと思います。で、呂布役のニエユエンさんかな、ちょっと名前難しいんで違ってたらね、ですけど、ニエユエンさんとコーラン役のウージンイエンさんかなは、英楽の時の、まあ、主人公なんですね。主人公と、まあ、相手役っていう感じなんですけども、そのドラマとはまた違った感じの2人の関係性があって面白いなっていうのと、あと A 偉人ですね、シーンから来てる人質の、まあ、A 姓の父なんですけど、その A 偉人との絡みもこれからどうなっていくんかなっていうのが楽しみなところ、まあ、メインのキャスターはその3人なんですけども、で、その A 偉人の方、マオ・チュージョンさんか、ちょっとね、名前が難しいですよね、中国の方って。で、そのマオさんって言いますけど、そのね、若い男性の俳優さんは、レイオ・ベッキっていうドラマに出てたんですね。レイオ・ベッキ、花散る永遠の愛だったかな。で、私、レイオ・ベッキももう全部見たんですけど、その時は、そのマオさんは、主人公の女の子、チン・シンジュっていう女の子なんですけど、に、すごいね、まとわりつく、幼馴染のお兄さんみたいな、本当の兄じゃないですよ。幼馴染のお兄さんで、ずっとね、チンジュが結婚した後も、すごくね、俺のところに、嫁に来いみたいに言ってくる、精神的におかしい、サイコパス野郎っていう気がね、してて、私そのドラマで初めてその真央さんのね役見たんで、そのイメージがねめっちゃ強くて、まだ1回しかストーリーが始まってなくて、真央さんね一瞬しかもうコーランとね街で出会うぐらいしかねシーンがなかったんですけど、サイコパス野郎出てきたみたいな感じでね、先入観持ってね見ちゃってるんであれなんですけど、もしね今までね中国ドラマ見たことないっていう人とか、今回初めてそのキャストの人たち知るっていう方ね、まっさらな気持ちで見れると思うんで、より楽しいと思います。もう私はね、いろんなドラマのこの人前のドラマではどうやったとかね、このキャスト前のストーリーの中でも仲悪かったなとか、いろいろね思っちゃうんで、ちょっとねそれ余計な情報なんですけども、英楽の時のキャストとパッと見た感じ7人ぐらいは同じキャストが出てるんですよ、主要でね。だから日本でもあるじゃないですか、なんとか組、福田組とか黒沢組とか、なんか是枝組とか、映画の班でよく俳優さんがね被ってるってやつ、その雰囲気中国ドラマにもあるんかなと思って楽しみにしてます。今回ね何話なのかな、50話ぐらいあるのかな。中国のドラマってめっちゃ長いんですよ。不足点で82話かな、で英楽で70話、だけど、コーランデンってね、もっと短かった、34話かな。なんで結構ね、見やすいかなって思います。これね、私、ちょっと仕事関係で中国の方とね、メッセージやり取りしてた時に、英楽の話が出て、もう英楽は中国でもめっちゃ人気で、182億回ぐらい再生されたんかな、世界中で。なんか中国って通信電波の規制かなんかあって、あまりにも見る人が多すぎて、通信制限かなんかされたみたいなんですね。それぐらい人気やったらしいんですけど、英楽で70話ありますね。で、コーランデンは34話なので、まあ日本だと20話、24話ぐらいなのかな。それぐらいやと思うので、割と見やすいかなって思います。まあ韓国と中国の歴史ドラマの違いで言うと、まあ結構どっちもドロドロしてて、すぐにね、処刑するだ、毒殺するだっていうのあるんですけども、中国ドラマ私がいくつか見て思ったのは、その衣装とかがもうめちゃくちゃお金かかってるなって思いました。まあ、不足点もそうやし、英楽もそうやし、まあ他の、そうですね、ミーユエとかもそうやったけど、もう豪華絢爛で、一回一回着てる服違うなとか思うし、そのあたりもすごくね、見どころかなって思います。なんか今回のまあ、戦国時代だけども、そんなにね、戦場とか戦のシーンはないと思うんですよね。まあ、主人公の女性がメインなので、そこの生活、生き方の話だから、戦場でどうこうっていうね、のはないと思うんですけども、街中とかね、王宮側とかいうのはね、やっぱり、あ、こんなんやったんやなって、すごくね、
興味があります。なんか中国のドラマが、まあ、ちょっと話戻りますけど、中国のドラマがね、そんな70回とかね、80回とか、なんでそんな長いんって言うと、なんか1日2話ずつぐらい放送するみたいですね。うん、これその中国人の、ね、方が言ってました。でね、私すごい長いやつも面白いなと思って見てたんですけども、なんか長すぎてだるいって言ってましたね。うん、逆に中国の方から見ると日本のドラマすごい面白いって言ってました。なんか半沢直樹とかね、今日本でやってる最新のじゃなくって最初のシリーズをなんかネットのね何か使って若い方はね日本のドラマも見れてるみたいなんですけど、半沢直樹面白くて大好きって言ってました。ドラマの長さ自体もね国で違ってねすごい面白いですね。はい、よかったらそのキングダムとね、その登場人物もちょっと被るし、あ、そう、被るって言ってもね、そんな出てこないかな。将軍は白起と、連覇将軍は高蘭でに後々出てきます。そんな感じでね、時代被ってくるので、よかったら高蘭でもね、見てみてください。はい、今日はキングダム59巻の感想を言いました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。